今日はオッサンズラブの道後の旅なんですけども、旅の前にちょっと美容室に寄ってきました。今回はねメッシュをちょっと入れてもらって明るい感じにしてみました。ちょっと明るいでしょ、今日はオレンジっぽくやってみました。いつもねグリーンアッシュとかブルーアッシュなんですけど、今回ちょっと明るいやってもらいました。じゃあ行きます。店さんの待ち合わせ2泊3日おっさんだけの松山愛媛道後の旅、おっさんズブロー。どうもおはようございます、テンションでございます。テンさんの台車で、はい、台車なんですかこれ。台車ボクシーですね。ボクシー今ハイエース出してるんですよね。出してるんです、車検にね。でこれ6個も椅子があるんですよ、便利でしょ。ほんとほんと、だからこれで行こうかっていうことなんですね。僕の車かテンさんの車で行くかって言ったら、人数もあれやからゆっくり行けるから、荷物もねいっぱい乗せれますから。じゃあ今から柳さん迎えに行きたいと思います。行きましょう。今日はゆゆも境手に帰るんで連れて行きます。はい、気合入ってますね。頭入ってますでしょ。もうね松山まで行きますから、もうそれでね気合でガンガン事故だけないように頑張って、そうですね、行かないとダメですね。安全運転で。どうも柳さん、おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。着々とみんなメンバーが揃ってきますよ。そうですね。今度はですね一回岡山で、岡山のどこやった、山陽インターに向かってですね、はい、山陽インターでまずタッチンを積んで、で屋島で一回瀬戸大橋を渡って屋島まで行っちゃって、そこでゆいを下ろすと。なるほど。そこから道後の旅ということで、はい、おったおった、ご無沙汰でーす。すいません、ありがとうございます。今カルチャンネル見てます。あ、カルチャンネル見てますか。カルチャンネル見てます。はい、タッチンです。どうもお久しぶりです。どうもキビ、のサービスエリアです。キビ団子のキビですね。ちょっと牛タンとか美味しそうじゃない。ほらこれこんなんあるで、ほら美味しそうやな。でもタンな、極上のタンがあるで。これ一本が1300円ですか。一本確かにちょっと高いような気もしますが、そんなもんでしょ、インターなんて高めの設定なんですよ。でも買うのかい。買うんだ。うわー、でかい。店さん喜びますよ、これ巨大サイズ見て、これ1380円、税込み1400円。お持ち帰りです。でかい方が美味しいんや。失敗したな。店さん美味しいの独り占めや。店さん大ちゃう。店さん俺の持って。じゃあここでちょっと、でか大きさが全然違う。違うね。じゃあテイさんにあげましょう。車汚れたらあかんのでここで食べます。ちょっとつまみながら。そうですね。車戻るまで雨の味になってますよね。どうも。そうです。あ、すごい長いですね。テイさん特大。いや、本当ですか。しかも味もそっちの方がいいらしいですよ。僕ら680円。僕ら680円、テイさん1400円。そうだから半額。僕ら店さんだけ運転手なんで、やっぱり特別サービス。じゃ今からいただきたいと思います。はい、食べてください。おいおい、店さん可愛くないよ。似合う。何これ、おいしい。うん、いただきます。トイレの前ですよ。トイレの前で。店さんの方がおいしいらしい。じゃあいただきます。めっちゃうまい。美味しいですか。うん、濃いね味が。濃い、うん、だいぶ濃い。味濃い。タレ多分タレが、
肉がちょっとでもそっちの方がええ肉らしいですよ。これですか。柔らかい。美味しいですよ。いただきます。イラッとしたのでカットしまーす。はい、まあおっさんずラブ一人かけてますけども、メンバーでまあゆいが後ろに乗って、ゆいは四国で降ろすんですけど、まだ依然変わらず天さんが運転してくれてます。雨がひどいね。そうですね、雨がね、雨です。雨ずっと雨です。やめやめ、週1にあと1人、今やれば1111番いただけるんですよ。いけますね。一番誰だ、マイさんより誰なんだ。ゆいを降ろしましてですね、今瀬戸大橋を渡りました。それでもって境でちょうど四国健康村の近くあたりですかね、松山まであと137キロ。いよいよおっさんず4人だけの今ドライブなってますよ。さあ僕らどこへ行こう、とりあえず出かけよう、のんびり気の向くまま、風の吹くまま、一人きりでは退屈な道も、一緒ならきっとご機嫌なドライブ。異常におっさんたちが盛り上がってきましたよ。そう、今歌ってるのは僕らのデビューソング、おっさんずドライブです。さあ聴いてもらいましょう、おっさんずドライブ。しないから。もうちょっと先で、ね。ああ、よかった、気になる。探しに行かない。いいですね、こう温泉、温泉。っていうことで、素敵楽しい出来事を。さあ、僕らどこへ行こう。とりあえず出かけよう。のんびり。でもう一回ちょっと前に出て、はい、シューと、イエーそれじゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。着きました、ホテル花ゆずき。すごいすごいよすごいよすごいよ。9回。ありがとうございます。なかなかエレベーターが、こういうエレベーターがあるってなかなか。階段もおしゃれ。バブリーな感じですね。ねえ。金色ですよ、ね。白、月ですよ。上に。なかなか。すごいっすね。上に月見えてるしね。あの部屋。どうぞ。あ、もうカルちゃん入ったんす。入れさせてもらうんですよ。ありがとうございます。いや、お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。おお、これは何ですか。こっちは何、こっち
今ね、あのさっき見たら2人部屋あって、こっち、おお、いいな、いい感じ、いいな、めっちゃいいねえ、すごい、こっちちょっと調べてみたいですね。いやーもうこれ考えですわ。ベッド、ベッド2つ、なるほど、わわわわわ、広い部屋だな。布団はどこに引くんですか。布団はね、さっきお母さんが言うとったのは、はい、こっちに5つっていうのよ。はい、で、いや、もう5ついいよってよくなるんだけど、うん、なんか雰囲気的にベッドもあるからいいよねとか言われて、まあ、3つ敷いてくれるらしい、ここに。でもどんな足寝ます。雑魚寝できるんちゃう。え、布団、あ、この布団めくってこっち持ってくれば。うん、れあ、ね、マットを。そうそうそう。自分らで。マットも自分で。マット、ここじゃ、ひ、へぐって、こっちに引けば。ね、そしたら若干高めで寝る。そう。これ、これやばい。これめっちゃいいですよ。足湯。めっちゃいいです。何これ湯気出てます、湯気。足湯。絶対温泉ですよ、温泉。これ確実に温泉ですよ。これちょっとやってみましょう。なんともう明日も布団にしてくれる。あ、そう。で、布団も。めっちゃいいじゃないですか。やってくれて。足湯。これとりあえず、どうします。とりあえず、ご飯行きます。今ね、ここのおかみが、あの、なんかおかみがやっとるところあるから、そこでもし行くんやったら、いいんじゃないみたいな。安くしてあげるし。はい、着替えました。はい、浴衣でしょう、やっぱり。今からちょっと道後温泉でみんなで飲みに行きたいと思います。みんなーイエーイ、おっさんずラブー。しかも T シャツも揃いです。じゃーん、全員揃いで来ました。5人が集まって一体どんな旅になるんでしょうか。じゃあ早速みんなで道後の巡りをしたいと思います。オッケー、今日は楽しもう。オッケー、ずんどこずんどこ。下駄、この下駄っていうか、このセットを楽しながら、うん、あの、ここ歩いていくみたいです。はい、おー、足が進むね。なんかいい感じ、雰囲気もあるよね。そう、ね、あるわ、ね、はい、いやめちゃめちゃいいよね。めちゃめちゃいいよ。テンション上がりっぱなしよ。上がりきって、これで今からビール飲もうと思った。あ、もう飲めない。お茶、そうですよ、お茶男。お茶男。あれがプロジェクションマッピング。火の鳥、ほら、いや、ここら歩くの初めてかも。あ、歩いたことあります？いや、俺も言うほどないよ。まあ、1回、2回はあるけど、はい、こんな観光で来たのも初めてやし。道後のこれ、温泉の商店街ですね。なんか変わった店もありますよ。ほら、雑貨屋さんでジーンズ、デニムの、デニム生地の店。浮かれとんのねえ。ただこれ今歩いてるだけですよ。また来たばっかり。来たばっかりで歩いてるだけ。ちょ、サルをサル。おお。テンション上がるわ、このサル。マサルくんって書いてるよ。マサルくん。くどくな。すぐくどく。エッチーなやっぱり。エッチーなわ。
料理。瀬戸内料理。へー。料理はい。これじゃあ一人でいいですか。ラチンさんとお茶の席は二人でよ。わあ。すごーい。はい。しかもちゃんと2回取ってくれてる。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。これではすごい。どこでもいいかな。あ、こっちって言ってました。あ、はい。今からちょっと、飲みたいと思います。ここでいっぱい時間取ると道具の旅がこれだけになってしまうので、じゃあ大人の楽しみは今からさせていただきまして、また次の店に行ったらやってみたいと思います。あ、料理の写真とか動画ちょろちょろ載せるかもしれないけど、じゃあ今から音楽に載せて見てください。どうぞ。とにかく美味しい料理がたくさんありました。じゃこ天、まあ、ここの辺りを見てるといつもの感じじゃんと思うかもしれませんけども、道後にしかないような料理たくさん出てまいりました。はい、まるで女子高生のように写真を撮りまくるおっさん5人でございます。飲んで歌って楽しんで、はい、見てください。天翔さんの写真をいただきましたよ。僕とカルちゃんのツーショット。1日目からこんな調子でいいの？いいの？盛り上がっちゃっていいの？めちゃくちゃ雨降ってます。え、でもちょっと勢いよ。とりあえず自分を晴れ男と言い切る男。旅館に戻ってきたよ。いやいや、まあ並べて引きますけど並びに変えました。じゃあこれどこで選ぶ、どこを選ぶか。アミダくじ、アミダじゃんけん。今俺決まった。僕も決まりました。僕は特に。じゃあそれぞれじゃんけんする前にどこにいたいか言いましょう。あ、はい、いっせーので、ここですね。俺ここ。あ、タッチ一人勝ちや。いや俺ほんとここや。あ、決まった。俺ここや。決まっていいやん。俺ここ、はい、じゃあ、あ、じゃあ僕も向こう行こう。お、こっち行こう。じゃんけん。あ、決まった。決まった。カルタさんと渡してた。あ、そうそう。お、じゃあ僕の隣ですね、言うたら。僕ここですから。ここ行くよ。うん。最初はグー。待って、最初はグー。じゃんけん、ほい。そうですね。あ、オッケー。え、どっちが、じゃんけん、ポン。最初はグー。じゃんけん、どっち行く。ほいで行きましょう。ほい。もう一回行きます。ほい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 。なんか始まる。やっとね。チャオルール始まる。最初はグーからいきます。グー、じゃんけん、ポイ。テンさんパー出しますよ。パー。パーじゃ今ね、アホでね。いきます。最初はグー、じゃんけん、ポイ。あー。だから言うなよ。テンさんここ。天さんここ、天さんここ、で、母ちゃん真ん中。やった、俺みんなを感じれる。そうそうそう、一番みんな感じれる。みんな感じれる。僕ここ。いや、でも僕は山田さんとカルちゃんかなと思ったんだけどね、お二人。いやいや、いいですよ。いや、俺みんなで話せれる。そう、みんな全員感じるから。でも朝起きたら、でもカルちゃんここにおる。俺。はい、部屋に戻ってきました。イエーイ、イエーイ。こんな感じで部屋飲みしようぜということになりまして、はい、やっていきます。24時過ぎからの待ちぶら。どういうことか。あ、じゃあ撮ってください。松山の2番町で、エンターテインメントハブをしてます。こっちなんで。じゃあ皆さん、あ、すいません、松山パールさんでした。よろしくお願いします。どうも。すごい出会いがありますね、まさかの偶然の。そう。いっぱい見るんですよ。ああ、ね。もう平然と。おお。多分この3人は。ラーメンのトンチンコ。中華料理トンチンコに食べにやってまいりました。12時回ってるのに、ものすごい賑わいなんですよ、これがまた。一度皆さん、愛媛に行ったらトンチンコ、トンチンコへ行ってください。トンチンコです。やな、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。言わんとください。
ごちそうさまです。美味しかったことにごちそうさんしよう。ごちそうさまです。美味しかった。もしかしてカールちゃん、ヤマト工藤、工藤ヤマトです。あ、いや、何知ってんの。いや、本当言ってるんだよ。ここ最近よく見てたんですよ。すごい。あのドッキリをあのよく行ったんで。ありがとうございます。リーさんとタメ口とか。あらすごい。工藤ヤマトじゃないですけど、握手しますわ。ありがとうございます。大丈夫ですか、動画。全然大丈夫ですよ。じゃあまた動画の旅今やってるんで、YouTube 企画で。動画の旅で。またじゃあ。よろしくお願いします。すいません、すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ズンダコズンダコ、ありがとうございます。すごいわ。有名人やな。こうなったらね、ほんまにやっぱり YouTube やってて楽しい。いや、こんな松山歩いてて言われることあります？もしかして工藤大和さんですかとか、もしかしてカルタさんですかみたいなね、こんなのはね、はい、非常に嬉しいよね。マジで仕込みなしで。仕込みなし、全然仕込みなし。うん、すごいよな。すごい。お好み焼き雷。松山に来たらもうここに来ないといけません。お好み焼き雷です。でここに来たらみんな楽しめる店です。じゃあここにみんな座って。ここの店は、ここの店はやばいです。僕はもうだいぶ。さあ、いろいろ飲み歩いて。ちょっと待って。今からショータイムが始まります。では、無言で見てください。どうぞ。東日本代表10番。のディフェンス。あれね、アルコール度数も めちゃくちゃ高いお酒。みんなに明治代わりに飲ますから。そう。店さんそれ飲んで。店さんね、僕はだ。リアクション。そう。俺たちは飲んだから。この人はお酒飲めないんで。はい。店さんとタッチンさん。タッチンさんに最後できるんじゃん。いけるいける。お酒。お酒です。ちょっときつめのお酒。ちょっときつめのお酒です。できるよ、今日ですか。まあ飲んでみたら。グッといって。泣くんじゃない。問題中やぞ。インフルエンザ。どうですか。エタノール。エタノール。もうすでに。ああ、その感じ。東日本代表10番。吹いてけつか握ってけつかね、振ったらね。あ、燃えます。他の人燃えるから。いや、吹いてけす。吹いてけす。吹いてけす。熱い、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 なぜ食べた。北米日本代表10番。髪じゃん、ただの髪。おやおー、ノーエコロジー日本代表10番。おやすごい。ノーエコロジー日本代表集団。すごいよ。ね。嘘でしょ。うん。覚えてましたよ。あ、動いた。あ、すごい。へえ。テレさんもほっぺがすごい。わお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 。気の流れが。ライブ来る。このライブ来る。今度ユリア大丈夫。次の日。なんですか。いや、ドアップすぎるな。おはようございます。2日目の朝でございます。はい。いやー、いい一日でしたね。いい一日でしたね。本当にね。本当に満喫。ありがとうございます。満喫。満喫させて今日がでもね、実際の本番なんですよ。そうですね、昨日は長い、うん、上昇に、そうですね、楽しめる、はい、
昨日はちょっとこう前夜祭的な。そうですね。昨日は前夜祭です。そう、前夜祭です。おはようございます。あ、今日は今日です。グッドモーニング。グッドモーニング。朝からみんなで風呂行ってですね。そう、いやいやいや。カルちゃんの帽子のどっかに行っちゃった。カルちゃんの帽子がどっかに行っちゃった。カルちゃんの帽子がどっかにあった。あったった。あったった。ここのところでちょっとまたレコーディングをするんですね、この部屋で。昨日レコーディングしてたら夜電話がかかってきてそれ言いますよやめてくださいということで12時過ぎにずっとラララララって歌っとったら、まあ、そりゃ、まあそうなりますよねみんなが一緒なら、みんな、みんなが一緒、が一緒、が一緒、が一緒なら、みんなが一緒なら、みんなが、はい、カルちゃん、なんか気持ちよくなってますか。みんなが一緒なんでそこまでコピーするんですかギャップパンツ1枚でテンさんプロモーションビデオねえこっち向いて何隠してるの足に入ってるの眼鏡なんか外してやって上目遣いでかわいいね。みんなが一緒なら全然違うだってみんなが一緒ならみんなが一緒ならみんなが一緒なら一緒ならみんなが一緒なら、二日目の朝が来た。希望の朝が喜びに胸を広げ、大げ、ワイディオの声。面白いこと言ってくださいね。なんか面白いこと言ってくださいね。あ、なんか面白いことを言ってください、なんか面白いこと言ってください、なんか面白いこと言ってくださいからの駅まで人力車で行こうここじゃあれですか駅まで1000円で1000円で連れててくれるんですかそうですね駅までちょっと贅沢に行こうや一人1000円一人1000円でやってたわタクシーより高いけどいっか思い出やからいいんじゃないです駅でしたらそこのチン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 うんチン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 じゃあチンチン乗りましょうかせっかくなんでチン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 5人いるんですけどでしたら221でちょっときついんですけど3人乗りであ、行きます3人で行きますかちょっと待って、3人どのメンバーで行く？グッパー？グッパーで分かります。絶対で結構きついって、だから細い人。このサイズ。僕じゃあ、僕じゃあ健さんと。行きますか。あ、そこでもって今。はい。まあ、駅まで頑張りますね。すみません、膝掛け失礼します。はい。これ YouTuber。YouTuber。はい。YouTuber。YouTuber なんですか？はい。二人とも。あ、そうなんですね。はい。なんていうチャンネルですか？カルチャンネル。カルチャンネル。僕大衆演劇ユーチューバー不動山本です。わかりました。チャンネル登録してます。お願いします。ありがとうございます。やった。登録者一人増えましたね。それでは人力車上げていきますので、その他に持たれてお待ちください。はい。はい、お願いします。お願いします。おお。すげえ。こんな感じですね。ちょうどいいかもね。あの駅ぐらいまでが。あんなリーゼント初めて見ました。ボソッと言うな。あんなリーゼントとして初めて。
リーゼント捨てる人おるんですねって。あんなおるんだ。あんなリーゼント初めて見ました。1000人ぐらいですけど、僕なんかいやすごいですよ。こっちはあの1万人って言ってますんで、いいっすか、また応援よろしく。一回カルチャンネルで調べてください。カルがひらがなで、チャンネルがカタカナ。僕はもう3000人ぐらいですけど、昨日待て行ったらもうここカルチャンカルチャンよ。そう、こっちはもう1万人越してますからね。嬉しいことに、たまたまヒカル君と一緒にそんな言うたらいかんって僕も回ってんだから。あれが時計台、そうですね、カラクリ時計、カラクリ時計、雨降ってきた、雨降ってきた、ちょっと降ってきた、ここ帰ってきたらまた1000円であるのって。ちょっと待って、人力車のお金の方が高い。ちょっと待って、チンチン電車より。ほんまや、そうですね。一応路面電車の駅なんですけれども、松山市内を走る、で路面電車って普通駅舎がないんですよ。一応ここだけ駅舎がございまして、はい、で一応 この間何年か前まではお土産とか売ってたんですよね。スターバックスがついて、まあ、駅舎というよりかはまあなんかちょっとおしゃれなスターバックスみたいな。ああ、そうやね。3階建て直しが行われて4連になっております。で今建てられているのは初代の建物を再現して作られております。路面電車やからよ。松山駅こっち、エディオン、これでも誰乗っても大体それが合いますわね。初めてかも、路面電車の。どうもこれ、鈴木城はこれです。こちらの便利です。運転中、やむを得ず、急停車することがありますので。はい、チンチン電車に乗って、大海道までやってきました。イエーイ、イエーイ、松山で最も栄えている場所、それは大海道。北海道。12時です。ただいま、午後12時。なったばっかり。今、なったばっかり。そう。この時間から飲みます。飲むよ。あ、これそうめん、タイそうめん絶対食べなあかんね。ここタイそうめんは絶対。これは体操麺、絶対体操麺食べなきゃいけません。そうめんランチ、どうした五色そうめんランチ行く、五色そうめんランチ、そうめんランチ、そうめんランチ食べましょうか。あ、いいですね、うん、ですね、道後寺ビールっていうのですね、ほらこの時間から飲みたいと思います。入れたんですけどね、ウーロン茶にちょっと泡があるみたいな、ウーロン茶に泡があるみたいな地ビールですね、道後地ビール。カルちゃん来てないからまだ乾杯できてないんであれですけど、どんな味なんでしょう。乾杯、乾杯、乾杯。うん、わか、軽いな、軽いね、うん、軽い、ちょっとお酒のビールっていう感じでもないね。あ、なんか味がね、うんうん、
ビールとか、ジビールとか。じゃこ天。これはなんかあの松山のあの名物じゃこ天。うん。じゃこ天もうまいわ。じゃこ天の。じゃこ天も美味しいわ。タイがすごい。僕が食べたタイそうめんは甘辛でしたね、タイが。美味しい。天さんが奢ってくれました。で天さん置いてきぼりにしました。さて天さんは追いかけてくるんだろうか。一回目を追ったやろ今。一回白子いわ。白子すぎた。動画撮ってんの分かってくる。白子いわ。ちょっと横目でちょっと笑いそうになったら髪をかけてたから白子い白子い今のは宝くじ売り場。今すぐ出るやつやりましょうよ。あやってる。今すぐ結果出るやつ、これじゃない。これワンピースのスクラッチ。おう、これすぐ出る。これすぐ出ます。もう削ったらそうです。ワンピースの何が出たらいい。なるほどね。何ですか。同じやつは2個。200円出た。200円出た。ここ1000円。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 1000円だ。で、これが6000円買って。で、これは全部200円。6000円買って1200円。1400円。他ない。6000円買って1400円当たった。負け。やった。僕にもやらせてください。いいですか。よいしょ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 。よっしゃー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 。カルちゃん、カルちゃん、カルちゃん、女の目を意識してロン毛にしてるやつがいたんですよ。なに。男は黙って。男は黙って。角刈り。よっしゃー。よっしゃー。男は黙って。リーゼント。はい、リーゼント。あ、リーゼント。リーゼント。ダメだ。リーゼント。手叩く。手叩く。リーゼントのついた餅食いたくね。でも子供のパワー入ってるから。ちょっと一番やるんですよ。出来上がるもん。出来上がるもんだよ。まだまだ、もうちょっと、もうちょっと。だから僕ら行っとくんで、やっとください。ミュウヘンでビール。めっちゃ金やから。柳さん、珍しくそのままショーを飲むみたいです。デカめの生台で乾杯。ヒリアキを食べよう。ヒゲル、じゃあヒゲル、ヒゲル、あんこいつですか。はい、ヒゲル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 、うまい。あ、うまい。うまい。うまい。うまいわ。ここが高島屋。どうしよう。ほんまの街ブラやな。
そっち行ったら松山城で、うん、お堀があって、はい、でここが市駅、うん、で高島屋があって、実は俺が生まれた、うん、はい、生まれて育ったところ、小学生、まあ、中学校入るまで育ったのがこの建物の裏側。へえ、捨てられとったんですか。そう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 、ダンボールに車で行きましょうよ。行く？行ってみる？行きましょう、行きましょう。サンタさんのルーツをたどる旅。そう、ちょっとだけ俺が生まれて、まあ、住んでたところ、はいはい、今ね、まあ、見てもらったら分かるけど、昔は長屋やったよ、長屋。はい。でも今は時代とともに、はい、マンションになったんやけど、はい。松山に帰ってきても絶対こっち歩かんもんね。ああ、この石丸小児か。ここでできたん？どこ？石丸小児か。駐車場。ここでできた？ここでできた。小児科で生まれたんですね。そうそう、小児科で生まれた。そこ大人になっても小児科サイズ。昔はここに、今、桃かけはないやろうけど、この場所やったんですね。そうそう。三番町ハイツ。これ学校？ここね、昔ね、愛媛保育園って保育園です。あ、保育園？ここ今は違うと思う。今なんですか？老人ホーム？あ、教育委員会ですか？あ、じゃあ一回行ってください。挨拶だけした方がいいんじゃないですか？遊びに来ました。すいません、うん、すいません、僕ここで生まれたんです言うて、うん、一回挨拶してみましょう。あ、ここはちょっとその前にこっちに挨拶してみましょう。見てるっていうのそういうことか。いや、マンションじゃなかったんです。昔長屋やったんです。あ、そう、住んでた頃は長屋。まあでも建て替えてからもこの辺多かったことですもん。何したんですか。今勝手に入りますよ。ここがそこのノルノっていうところのお店が俺の育てのお母さんっていうか、うん、よくお世話になったりする。でここが俺の親父の引っ越しセンターの事務所。ああ、そうでやめたけど。へえ。育てのお母さん。そう、保育園行くときにそこ行ってうどん食べて、うどん屋さんやったの元々、うん、で白いご飯もなくて幼稚園行ってみたいな。へえ。白いご飯のみで生活。幼稚園でおかず。うん。おっちゃん列車になろう。夏目漱石。ただいま、ぼっちゃん、ぼんちゃん列車。ぼっちゃん列車。ぼっちゃん列車にですね、向かって、はい、行こうとしてるんですけどもですね、普通のチンチン電車と違って、レトロなちょっと蒸気機関車みたいなやつやね。ぼっちゃんズラブ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 で行きましょうか。ぼっちゃんズラブ。あ、ちょっと見えないけど。お立ちでの乗車になりますが、はい、構いませんかね。はい、はい、でお一人様800円。あ、皆さんお揃いの T シャツですか。そうです、僕らちょっと旅してる。あ、なるほど。で800円にお持ち帰りください。あ、なるほど、これ記念になるわ。もし時間ないでしたら高島屋の屋上の観覧車、うん、くるりん、これで一回乗れますか。絶対無理やな。一人で喋ってるし。そう、もうずんどこずんどこ。もっちゃん列車か、もう年3回ぐらい。これ遅いです。天候もドラマを作ってくれてるんですよ。ああ、なるほどね。ええこと言いました、今。今、ええこと言うた。ね。メモとこう。天候もドラマを作ってくれてる。演出を、ドラマを作ってくれてる。演出ね、いろいろして。雨降らしたり、山したり、にゃくあましたり、晴らしたりね、曇らしたり。
一時でこんだけ味わわせてくれてるから、ないから。じゃあ天気も味わったし、雨も味わったし、曇りも味わったし、一回で。そう。嬉しい。そう、だから旅に色をつけてくれてる。色をね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。松山といえばポエムです。はい、ポエムの月、ポエムの月、ポエムが月になりました。富士屋から甘さを抑えた贈り物。その CM 知らないですわ。あの中四国だけしかやってない。旅館に帰ってきたよ。自画像にしたまま寝落ちてた。それからビビるわ。どういうことってなる。夕ご飯は旅館で。え？いや6時半ですよ。ちょっとお待ちください。ご名様ですね、はい、こちらのお座敷になります。お座敷フィーバー。僕ここすごい。ずっと天さんが生きった話をしてます。今日も生きってます。それでは皆さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。そこはなんとなく、それは違う。それともやっぱりこう、うん、なんか思うんで、大しゃぶいただきたいと思います。うん、うん、うん、おいしいね。ちょうど昨日この時間帯から飲み始めましたね。一緒です。そのぐらいでしたっけ。はい、あ、そうか、そうですね。うん、ついてこの時間帯についてね。え、昨日がもう6時半、うん、ここから部屋行ってたりして、この時間帯から表歩き出してね。でもこうたまにこう静かになるのもいいよね。昨日のテンションと違う感じ。そう、昨日のは盛り上がって、そのテンションで行くと体しんどいじゃないですか。でわーっとやって盛り上がって、だらけるところはだらけて、これがやっぱりなんかこの温泉の醍醐味。でまたこういうのがあった方がいいよね。最高。See you.
路面電車であるお店。はい、浴衣で今からあるお店に向かっていきたいと思います。よいしょ。この格好で、しかも路面電車で浴衣で、どんな感じでしょうか。あるお店に今から向かいます、この格好で。はい、ドット K、このビルですね、3階。おろろ、こんなん書いてますよ。時間9時から27時。さてですね、9時からなんで、ケーキとコーヒーを飲んでですね、時間を通してもう9時10分になってしまいましたから、今から入ってみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ドット K の様子は今度アップします。見せてもらったな。本当に良かったですね。楽しかった。血が騒いだ、あれちゃん。手動いとったもんね、踊り。次は部屋のみ。じゃあとりあえずみんな今から風呂行くって言ってるんで、僕はちょっと飲んでるんで、明日朝みんなでまたカミちゃんと入ろうかと思ってます。朝ね、すぐ帰ってきます。はい、了解。12時までなんて風呂。あ、そうか、もう時間もないしね。バタバタ、さっき参ります。どうぞ、いっぱいやってきます。じゃあお疲れ様です。さっき言っといていいですか、店員さん。オッサンズラブが今、まあ、僕らちょっと YouTuber 同士2人が今回の旅を振り返ってっていうことで、まあみんな集まったらまた熱い話になってくるんでしょうけど、まあちょっと焼き鳥でも食べながら行きましょうか。どうですか今回の旅。昨日のあれやね、昨日の7時ぐらい6時半ぐらい、うんにみんなが松山に着いて、うん、でその前から電話とかでやり取りしながら、あと今瀬戸はしようとか、あと何分よみたいな、うん、まあワクワクしながら、うん、最初からねもう楽しい時間はあっという間やなって分かってたけど、やっぱりあっという間やった、うん、振り返ったら。そうですね、楽しいことはやっぱり当たり前、ものすごく楽しいこと、うん、いろんなこともできたし、うん、でもやっぱりもう終わってみたらね、うん、あっという間だったほんまに、うん、どうも改めて乾杯。乾杯しましょう。イエイイエイ。イエイ。おっさんずラブ乾杯。今さっきここの道中とか思い出を振り返って、うん、みんなで動画見ててんけど、まだ最後まで行ってないけど。そうですね、うん、どんな感じでしたか今回の旅は。いやもう一言言ったらもう面白かった。面白かった。もうすごいいい思い出ですね、人生の。だから、はい、ちょっと僕酔ってるんですけど。おあれですよ、普段飲まないんですね。だからそのまあ時間が経ってこの旅が最高の、もう今までで最高の旅だったなって思える旅だったと。本当にそれぐらい良かったと思う。柳さんも男同士でこういう旅出たの初めて。そうです、初めてです。僕いつもなんかこう不倫旅行は行ってるけど、本当何をおっしゃった。思えば僕も初めてです、男同士行くのって。あ、そうなの。はい、こうやってもう仲間で友達だとかね。そうですね、僕も大人数で、うん、こう女の子がおっての大人数とかはあるんですけれど、うん、男だけでっていうのはないですね、うん、こういう意外とないもんですよね。ないですね。ないね、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 俺もないね。ないです、こういう形の旅はないね。ないないです、うん、ないない。俺はね、ある。ないでも、ない。初めて、初めて、初めて、うん、初めてっていうか、これができたこと、うん、これがもうほんまに今普通に自然にこれが起こってることっていうのが、うん、ほんまにね、すごいことですよ。でも今回本当にいろんな思い出がいっぱいできたよね、うん、そうですね、できました、うんうん、ほんまに、それはね、うん、はっきりとして思う、うん、
ってで、ここ最近ちょっとね、おっさんずラブがずっとこの、まあ僕が2ヶ月間ちょっと忙しかったっていうのもあるけども、うん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 、全員が揃うことっていうのがね、そうですよね、2ヶ月間なかったので、ね、そうやだからやっぱりこのためにみんな一生懸命頑張ってきて、うんうん、で、やっとこの今全員揃ってこの旅ができたっていうのは本当にいいことだなと思いますし、ね、貴重ですしね、うん、でみんなはそれぞれが別の仕事で、うん、もうバラバラの時間帯でみんな仕事をしてるわけですよ ね, ね、うん、だからこうやって会うっていうのも貴重ですしね、うんうん、こうやって集まれたのはすごくいいですね。こういうね、活動でもなんでもない俺たちは、うん、ただ気の合う仲間同士がこうして言うたら年もね、あの近い人間もいながらバラバラだけど、一番一つ重なるのはやっぱり気持ちが合うでね、やっぱりこういうのってさ、なんか俺考えたら、なんかごめんやで、これはね、ごめんやで、ほんまに意味がわからんかもしれんけど、運命、運命っていう言葉ってものすごく俺はグッてくる。でも一言で運命って言えばやっぱり感覚とか捉え方も違うから、うん、そうかなって聞き流す人もいるかもしれないけど、なんかね、ごめん、絶対なことしてるだけですが、ちょっとやめてください。だって電池がやばいよ。そんなんいいですね。普通に。あの、泣こうとせんでいいから、普通に酔って、普通に泣かなくても何もいいから、普通の感覚で喋ってくれたら、はい、なんですか、なんですか、なんですかって。動画に残す、あの、YouTube、もちろんそうやけど、YouTube は、なんて言っていいかな。あのみんなに見てもらいたい、そして自分たちの思い出をみんなにも見てもらいたいと、変な話こういうことじゃないわけ、お金じゃないわけ、うん、俺たちオッサンズラブ、そして俺たちの本域の仲間はこういう感じですよっていう感じがね、やっぱりノー編集でね見えたしさ、なんか俺 そこでちょっと一回見てみたいな感じで今さっき見たんやけど、なんか俺ねほんまグッときたもん、うん、で、テンさんも、テンさんはカメラ向けられたらサービス精神旺盛やから、ね、やっぱりあの、これよ、あ、で、これは実はですね、って、こうやってやるっていうところもテンさんのいいところで出とるし、うん、こういうところ見たら、なんていうかな、あの、この物語を見てるお客様っていうか視聴者の皆様は、楽しいだけ、楽しいとか明るいねって感じてくれる人たちもおるけれども、やっぱりそこに立ってる俺たちっていうこのメンバーがほんまにいいな、楽しいな、うーオッケーみたいなと思うっていうのは、これはほんまもんのストーリーが流れてるなって、うん、でそんなもあるし、柳さんでも柳さんはおさんさん、ね、もう最高、もう楽しみしかない、楽しい楽しいって着いた時からずっと楽しい楽しい言うて、うんうんうん、言うてくれてるし、で普段お酒なんか飲むシーン見たことないんだけど今回結構飲んでるね、最終トークの時に絶対飲んでるの、絶対飲んでるの、すごいでしょこれは。しかも今日のお昼も飲んでるし、そう、はい、お昼飲んでまた夜飲んで、昨日の夜もちょっとこう寝てましたけど、僕そうでもまたまたそう付き合おうという気持ち、これからは楽しみ、いろんな挑戦とかもできるし、楽しみもできるし、まず俺たちが楽しいことをやってみて、あ、これみんなでやったら楽しいんじゃないかっていうことをみんなにお裾分けする感じで、レボリューションの最初そうですね、うん、で、また動画見てくれたら分かると思うけど、一緒に行った気になっててくれて、うん、あ、この裏はもっと楽しかったんやろなっていうのが伝わって、ちょっとでも行った気になってくれれば、で、また一緒に絡みたいなと思っていただければ、うん、どんな人でも受け入れるし、俺らは、うん、人類みんな親戚兄弟と思ってたよ、ね、そう、うん、でもほんまにこのオッサンズラブ5人結成できて本当に良かったですね、ありがとうございます、いや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 、山ちゃんありがとう、手配してくれて、うまいことやって、撮影協力も全部手配してくれたのはまたカルちゃんでございますから、またカルちゃんに、ね、ありがとうございます、でもね、いや、僕じゃない、そこに付き合ってくれた、
ホテル花ゆずきの女将、うん、それから、松山銀天が大街道でも飲みに行ったところでの、サポートしてくれた皆様方、うん、そして道端でね、山ちゃんの動画とか見てるよって、うんうん、声かけてくれた人がいるから、うん、そういうところは僕たち YouTube やってて、こういう風に発信できて、それを見てくれてる人がいるっていう僕たちの喜びにもなったし、松山で声をかけてくれた皆様方のおかげだと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあこれを見て、よかったなと思った人は、はい、高評価、そして、チャンネル登録を。違う、これで終わりじゃないか。この後お別れがあるから。そうか、そうか。これで終わり。明日の取れ高もある。そうっすね。勝手にグッドボタンやって。いや、まあ、それでいいんでしょうけどね。まあ、何遍も伝えるっていうのもいいんでしょうけど。まあ、とにかく、はい、この動画、は特番として、うん、今までは新春特番、新春特番、新春特番、まあ見る人わからんよ、ファンの人は見てくれるけど、長い動画になってると思う。あ、そうですね。もう一発でドンと言ってまおうと思う。それがね、多分ね、不動大和という、YouTuber のやり方っていう、それはねあると思う、いろいろ、うん、なんかね、短編的に分けてさ、なんとかするよりも時間も短縮できるし、うんうん、と思うけど、だけれどもいいものは今日起こったエピソードは今日ぶつけて、で、まあ、この2日間を、言うたら21日24時間やから48時間流すっていうのはちょっと難しいけれども、うん、これをガッと凝縮して、うん、あまりカットなく楽しいところをた、こうつけて見せるっていうのは、うん、これは本意気っていうか、嘘、ね、偽りなくのもの、そう、ね、そう、ありのままやと思う、ね、それが不動大和のいいところだと思う、うん、なのですが、もう不動大和自体のブランドやと思う、それが、うん、うん、ほんまにいいな。僕なんかはカットカットで、5回ぐらいに分けてお送りいたしますけど、マジでマジで、あら、スピンオフもあるし、スピンオフは1箇所はね、ドット K さんの動画で、そうですね、特別な、それはそれで、それはそれでね、うん、そこは流れじゃなくて一つの動画としてご宣伝もさせていただきたいので、うん、なるほど、それは別物で流します、この後の方に、うん、だけどやっぱりこの今回の松山の旅、道後の旅っていうのは、うん、いいね、これは、ね、そのね、長い動画で出すっていうのはやっぱりこう見てくれてる方に、僕らがこう嘘偽りなくこう裏表なくやってるよっていうのを分かってもらいたいっていうのもちょっとありますよね。いっぺんに流したら、待って待ち遠しくじゃなくて、これはもう、いっぺんに一緒に行った気になってもらって、その動画の中に入り込んでいただければそうですね、かな。まあ俺もそこまでうまいことできるかどうか分からんけど、プロじゃないんで、でもまあそれが YouTube の面白いところなのかな、うん、はい、心を込めてやってる、やってる YouTube っていうかの、この、なんていうかな、この枠でやってるっていうところ、それを、適当にやってるわけじゃないっていうこと、心を込めてやってる、そして僕たちの、不動大和という、人間で YouTube の動画を見せてるっていうところは、多分視聴者の皆さんみんな分かってると思う。でも今回のこの動画見てくれたら余計グッと感じてくれるんじゃないかなって僕は思いますね。そう、そんな感じかな。天さんどうしたの？ポンポンでんやん、ポンポン。ちょっと今ポン天井です、映ってないからそれというようなことで、というようなことで、じゃあ次どうしよう、どういうことなの？今のカットライン何？カットライン何？今のカットライン何？気持ち悪いところあったから、ああ、カットライン、まあそれも、それを見て僕はまあええとこと、あると思います。この動画がポンと消えたらもう次の日の朝なんですよ。あ、そう、そうですね。じゃあ俺たち寝た方がいいかな。いや、寝るでいいです、今からは普通に。違う、この旅についてどうしようか。で、明日の朝やったら起きて、次の日、違うね、
や、まあそのまま。じゃあ、もう一回やったらいいんですか。はい、ごめんなさい、サンドイカ。編集難しいな。ああそうですね、山田君たちのね。そうですね。そういうカットは出た。カットライン。まあ、これで次の日になると思います。はい、じゃあ、皆さん、一旦お休みなさい。すぐに出さって。いや、3日目までこう、引っ張る。また3日目を。ありがとう。おはようございます。おはようございます。出発の朝ですね。おはようございます。僕らどこへ行こう。お疲れ様でした。僕らどこへ行くんだろう。おはようございます。口笛を吹きながら一人きりではくじけそうな道も一緒ならきっときっとご機嫌なドライブさ。